私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は喉と酸化ストレスのお話について論文を引用して解説したいと思います。このビデオの用紙は一般的に下手とか喉をよく使う方が、起こるのが声帯の疲労です。そしてポリープができたり声帯結節ができてしまって声が出なくなって手術を受けるということがあります。また高齢化に伴って嚥下障害、これ喉の問題なんですが、食べ物を誤って肺の方に入れてしまうという障害で肺炎が多発しています。それに関しまして、京都府立医科大学の耳鼻科の教授平野茂先生の論文を引用したいと思います。そして平野先生は喉と酸化ストレスの対価でございます。そして声帯を守る治療法があるのだということを皆様にご理解していただきたいと思います。京都府立医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科学の平野茂教授は、喉と酸化ストレスの対価です、この声帯の再生医療についてのインタビューですが、声帯がちゃんと動かなくなってもですね、幹細胞増殖因子、やられている治験ではですね、18人のうち半分で十分な効果が得られたということで、声帯の再生もできるというような研究をされています。ちなみに、平野先生ご自身がですね、オペラを歌われる歌手でもございます。日本高加齢学会の雑誌アンチエイジング医学があります。この雑誌に創設声とアンチエイジングを平野先生が執筆されておりまして、私も共著者ですのでこの論文の解説をいたします。まずこの左の図3ですが、ラットの声帯ですね。声帯というのはですね、筋肉の動きで動くものなんですが、これがどんどん2ヶ月、9ヶ月、18ヶ月というふうに年齢を進めていくと、ヒアルロン酸がどんどん減っていくというこれは図でございます。そして、右の図5はですね、ラット生体内の活性酸素、酸化ストレスですね、の発現とヒアルロン酸分布を見ておられまして、そしてこれは、抗酸化剤の効果を、ご覧になっていますが、高齢のラットに、抗酸化のサプリメントを投与するとですね、ヒアルロン酸の維持が確認されたということでして、すなわち声帯と酸化ストレスというのは非常に密接な関係があるというデータです。さてこちらはですね、シンギングボイスハンディキャップインデックスというものがあって、歌に関するですね、いろいろな10項目があって、それで点数をつけていくんですが、これは高ければ高いほど喉の状態が悪いというスコアです。そして、声楽家9名に、私の開発した、抗酸化配合剤を1ヶ月間飲んでいただいて、その前と後でアンケートを取ったデータです。これは個人的なアンケートですので、エビデンスレベルとしては高くはないのですが、投与前と投与後を見ていただきますと全員が下がってるんですね。つまり、抗酸化配合剤を飲むことで、声帯の疲労とかですね、声帯の状態が悪くなるというのを改善できたというデータになっています。さて、大阪で有名な有山淳二さんという歌手の方がおられるんですが、この方実は喉頭がんを患われて放射線治療をされました。放射線治療をしますとがんは治るのですが、声帯にも放射線が当たるので、放射線による酸化ストレスで声帯がちゃんと動かなくなってですね、ガラガラ声になってしまうんです。そして私が2018年からですね、声帯疲労低減プロジェクトを始めていたんですが、この有山淳二さんにも参加していただきました。
これは平野先生と3人で、ワイン雑誌で対談した時の記事と写真なんですが、平野先生はですね、声帯は筋肉でできていて、酷使したり加齢で酸化ストレスが溜まったりすると良い声が出なくなります。放射線はがん細胞を殺すことができるのですが、放射線が当たった部位には酸化ストレス物質の過酸化水素が長年蓄積してしまいます。そのため声帯が硬くなり、ちゃんと声が出なくなるのですとおっしゃってます。そして有山さんにはですね、テンディミトコントロールという強力バージョンの抗酸化配合剤を飲んでいただいたんですが、飲み始めて5ヶ月ぐらい経った2019年2月に石田治さんのトリビュートアルバムのレコーディングをしたと。もともと有山さん非常に高くて綺麗な声が出る方なんですが、それがもうひどいガラガラ声になってたんですが、この5ヶ月でですね、元通りの声が出るようになったということで、大変喜んでいただきました。平野先生はこのように放射線治療をして声帯の状態が元に戻るというのはほとんどないとおっしゃられまして、現在京都府立医科大学で放射線治療された方のですね、声帯の回復をする臨床試験の準備をしていただいています。加齢によってですね、喉の酸化ストレスが進んで誤嚥をして肺炎を起こして亡くなる方というのが今非常に多いのですが、誤嚥をする動物モデルは今までありませんでした。そして平野先生とその教室員の方で、動物モデルを確立したということで、キプロス島で2019年にありました SIPS という国際学会で外務インターナショナルイノベーションアワードを受賞されました。この賞は学会参加者で一人だけ受賞される非常に名誉のある賞です。そしてご縁も私の開発した抗酸化配合剤で予防できるというデータをお示しになりましたので、近日中に論文が出る予定ですので別の機会で紹介させていただきたいと思っています。さて、声帯や喉を守るには酸化ストレスを下げるのが一番です。大きな声を出さない、禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満糖尿病のある方は糖質制限をする、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効と考えます。声帯を守ったり声帯を再生させる治療法はありますので、歌や発声で困っておられる方は平野先生のようなトッププロの受診をされることをお勧めします。抗酸化研究室の情報です。